死死文六七月一日から1969年12月13日は日本の小説家、演出家。本名は岩田富み演劇の分野では本名で活動し、久保田万太郎、岸田国によらと文学座を創立して顧問となった。小説家としては、えつちゃんなどのユーモアに富む健全な家庭小説を書いて流行作家となり、戦中は本名で、 海軍を発表。戦後も、天野湾や、自由学校、娘と私、大番などで人気を博した。日本芸術院会員、文化勲章受賞者。号は、ボタン亭。愛媛県宇和島出島町に区費がある。母方の祖父は、実業家の平山仁太。弟の岩田彦次郎は、札幌グランドホテル社長。日清戦争海戦の前年。 1893年に、横浜市中区月岡町9番地に誕生。父の岩田重穂は、福沢諭吉に学んだ後に、木の織物賞、岩田商会を営んでいたが、富尾が9歳の折に死去する。横浜市立大松小学校から、慶応義塾幼稚舎に編入学。慶応義塾普通部を経て、慶応義塾大学理財会予科に進学するも中退。 1920年に母の岩田朝治が死去。その後に一人暮らしを始めたものの、1920年代前半のフランスが第一次世界大戦後のフランの下落で、日本とそれほど変わらない生活費でフランスに滞在できることが動機となり、1922年に渡航。現地ではジャック・コポーが主催するビューコロンビエ座や、 ジュール・ロマンに代表されたフランス現代劇の感激、研究に没頭する。滞在中に知り合った、フランス人のマリー・ショーミーと結婚し、1925年に帰国。同年に、長女の友絵が生まれる。杉並区和田堀に住み、第一書房の近代劇全集の翻訳フランス滞在時の見聞を題材にした随筆や短編小説を新青年、 改造などの雑誌に掲載することで生計を立てていた。1930年頃、妻のマリーが病気のためにフランスへ帰り、そのまま死去。マリーの死去から自身の再婚までは、長女と二人だけの暮らしが続いた。1934年1932年、築地小劇場を脱退した友田京介、田村秋子夫妻を中心に結成されたの団体、座に、 岸田国師、久保田万太郎、里見トンラと共に顧問として関わる。この時期には演劇関連の仕事、擬曲や翻訳の執筆だけでは生活が立ち行かなくなったことから四十四、十六をもじった四四分六の筆名で小説家として活動するようになる。1934年に新青年に掲載された金色青春譜が 長編小説の書状作である。同1934年には、富永静子と二度目の結婚をし、駄ヶ谷に転居。1936年に最初の新聞連載小説として放置新聞に掲載された、エツちゃんは大好評となり、この時に小説家としての獅子文6の筆明が知れ渡ることになった。翌1937年。 岸田国史、久保田万太郎と共に文学座を創立する。文学座の命名は岩田のものによる。岸田、久保田と共に文学座幹事を務め、岸田、久保田がこの世を去った後は文学座の最後の精神的支柱として、文学座座員はもとより文学座を脱退した劇団雲、劇団 NLT の面々からも信頼を一手に受けた。 1945年頃1942年、新珠湾攻撃の旧軍神の一人を描いた海軍で朝日文化賞を受賞する。この作品がきっかけとなり、戦後に戦争協力作家として追放の仮指定がされたものの、1ヶ月半後に解除された。1945年12月から1947年までは、愛媛県宇和島出島町に疎開。 この地での体験や見聞が戦後最初の新聞連載小説となった天夜湾や大版などの作品に取り入れられた。1947年10月に再度上京し、神田駿河台の主婦の友社社員寮に住む。1950年2月には二人目の妻であった富永静子が急死、同年に神奈川県中郡大磯町に転居する。この時期に、 朝日新聞へ連載した自由学校が翌年に小畜と大英で共作映画化される。同1951年、吉川幸子と三度目の結婚。1953年頃、長男、厚尾が誕生。1955年には青春階段が日活と新東方で共作映画化されている。また、娘と私は1961年に、 NHK で連続テレビ小説、娘と私としてテレビドラマ化された。1958年には、長男の慶応幼稚者への進学を考え、東京、赤坂の住宅地に転居。同じ敷地内に、妻の姉の突入先である、和田孤六の家、和田家の娘の突入先である、鶴重と肥後一郎の家があった。1963年には、 日本芸術院賞を受賞。翌年には芸術院会員となる。1969年には文化勲章を受賞し文化功労者となった。同年12月13日に脳出血のため赤坂の自宅で死去。去年77、改名はボタン富吉四分六子字、谷中霊園に眠る。1966年から死去するまで、 早川書房の演劇雑誌、悲劇喜劇の監修を務めた。同時代の流行や風刺を取り込むことに長けた作品が、多く、多くの長編小説が映像化されたが、没後は、ほとんどが絶版となってしまっていた。しかし、2013年に、ちくま文庫から復刊された、コーヒーと恋愛を契機に、表紙や解説などに、現在の作家を起用した、真相版が、 ちくま文庫を中心に、朝日文庫、中古文庫から刊行されている。2017年には、えつちゃんが NHK 土曜時代ドラマで再び、テレビドラマ化された。演劇関連の著作は、本名の岩田富夫の名で出版されている。1950年代から60年代にかけては、これら以外にも、文録の作品を原作とする連続、あるいは、単発のテレビドラマが、 数多く制作された。ありがとうございます。